クルト初戦、才木と吉村。吉村もヤクルトの中ではまあローテーションのピッチャーであるという。確かに一個一個はすごいいいんだけども、やっぱり後半のピンチ、前もそうなんだけど、フォアボール出して崩れるってパターンが多いピッチャーだなという印象がある。ハマったらなかなか打てない。フォークボール、カーブ、いろんなボールを投げれるということで、中盤まではいい感じで投げてたかなと。ランナーも出しながらまあ抑えてる。才木の方はいつもと一緒でまあランは出すんだけども、しっかりその後抑えて、いつももう1点勝負のゲームが多くてちょっと返そうかなと思うんだけども、今日も結果的には勝ち星つかないで変わるような形になってしまったっていう。本当は今8勝してるピッチャーに対してやっぱり勝ち星をどんどんこうつけてやってくれたら嬉しいなと思う。僕らピッチングコーチだったんでね、やっぱり先発ピッチャーにやっぱりこう勝ち星がついていかないとなかなか波に乗れないようなところもある。今日も結果的に言うと、最近関しては本当にまっすぐもフォークもスライダーを投げれるようになってから、カットボールやめてスライダー系の大きい変化を投げるようになって、もう本当に安定してる。ストライクも取れる、勝負もできるっていうボールを覚えてくれて、僕はまあずっと何年も言ってる嫌いなカットボールをやめて大きく変化するボールの方が、バッターはあっと思ったら振らないボールになる。でもカットボールの場合は前も言ったけど、まっすぐ待っててもバッターは振れるボールであるっていうのであるんで、そのスライダーにしたのが今年のすごいピッチングの幅が広がってるかな。ほんで150キロ近く出るストレートとフォークボール、本当に横に逃げていくボールと縦のボールがあるんで、本当にピッチングの幅が広がってる。勝ち星がついてないけども、広島戦も1点、今日も1点しっかり7回まで投げてるっていうのがもう今の今年の最近の安定してるピッチングかな。だから三振の取りたい時は頑張って投げたら取れる、まっすぐでも空振り取れるっていうのがもう今年は素晴らしいと思う。ただもう今日も打つ方に言うと、こんだけ3回から毎回ランナー出てるも変わらず1本出ないために点数が入んないっていう打線、そういうのが続いてるんで、誰かが一本ってくれることによると、まあ最近でも勝ち星ついたり、こんだけ毎回毎回ランナー出てるんだけども、ホームまで帰ってこれないっていうのはちょっと残念かな。8回のところも、ワンアウトサードまで行っておいて、前川が三振してしまう。ここをどういう感じでバッターボックスで立ってたのかな。外野フライでも1点取って同点になるっていう場面で、木澤ってピッチャーは周東が得意なピッチャーで、その前にインコース一球来たんだけども、結果的には外に行くボールかフォークボールっていうのを考えたら、やっぱりセンターから反対方向ね、レフト2個外野フライ打つ意識があれば、あのボールは空振りしてないと。なんかここで俺が決めてやろうっていうみたいな、まあ体がライトスタンドに向いて、ボールは外に逃げていくのを空振りしてしまう。あれをセンターに打つ気があれば、前側の技術であればセンターフライ打てたかな。あそこはちょっと残念だったかなという気がします。あそこで追いついておいたら、追いつけなかったからサヨナラがあったのかどうかわかんないんだけど、それくらいのバッティングもやっぱりその状況でどういうバッティングをするかも考えて立たないといけないかな。まして今は3番であるっていうのもあるし、あそこで外野フライで同点したらもっと自分の株も上がる。ちょっと残念だったけど、まあ結果的にヤクルトの方も昨日と一緒で、小浜と一緒で、まあエラーからのサヨナラ、まあこれお見事です。相手のエラーをものにしたっていうのはもう、それも9回にエラーで取っておけばゲームセットを、まあサードがエラーしてくれて、塚本がそれに応えたタイムで打ったっていう。打球も弱かったので、一番いいところにポテンと落ちたので、原口の足でもホームに投げた。ボールも冒頭だったけど、いつも最後の最後に粘り勝ちしてる阪神、これからもこういう粘って勝っていけたら、もう今度はもっと早くね、点数取れるような風に、ツーアウトでもセカンドに行ったら1本出ればまた変わるんだけど、その1本がなかなか出てないので、まあ、ずっとこんな試合ばっかりで、あ、今日も負けるのかなと。結果今日もフォアボールと、やっぱり野口のフォアボールも大きかったし、その辺の相手のピッチャーの田口も自体も決してまあいい時とは見る限りは良くないかなっていう、やっぱりそれフォアボール出すというのはある程度自信がこうなく投げてるんじゃないかなっていう気もしないでもない。でもやっぱりフォアボールを選んだ野口も素晴らしいな、原口も素晴らしいということで、このサヨナラを生んだこの2人、坂本も代打がねいなくて坂本出てきたけども、それをエラーを誘んだ、まあ結構ね当たり自体はベースのすぐ横で簡単じゃなかったんだけども、あれをもうちょっと待って取れば、ベースの後ろでハーフバンドで取れば、まあイージーだったかな。まあエラーをものにして、塚本が、こう塚本が打ったのがまた大きいかな。
いい当たりじゃなかったけども、サヨナラのタイムリーが出たっていうな、もう本当に毎試合毎試合9回まで見てないとゲームがわからないような試合ばっかりなんで、結構大変です。普通にライトが取って、まあ、渡辺が取って、一、二塁だったら点数入ってない。それを後ろに外して、サードまで、1点取られて、サードまで。今度は、前に守ってね、ファーストでフォースアウトしようと思ったら、ボートを投げてるっていう。そういうのが出てるんで、今日もゲームセットかなと思ったら、サードがエラーしてくれた。で、そこに塚本が答えて、タイムリー打って、サヨナラっていう。本当に素晴らしいんだよね、これはね、本当に。でもやっぱり、フォアボールで出た野口と原口を見逃せないよね。まあ、あるよな。まあ、俺も楽天的にも3試合連続サヨナラとかね。まあ、そういうのもある。結局、相手のプレッシャーをかけて失敗してるっていうか。横浜なんかはね、まあ言ったら、イージーで勝ってる試合をエラーで、やっぱり逆転されてるわけだから。今日なんかもフォアボールもヒットもあったけど、これ2アウトだからね。1人アウト取れば俺だけども、ベンチで終わったと思ったらエラーでタイムリーみたいなのが出てしまったっていう。んで、また、その坂本の打球も、簡単じゃなかったよな。そういう打球になってるっていうのがね。ベースとこう当たるか当たんないかのとこのショートバウンドになってたっていう。それが体の方がベース踏もうと思って先に出てしまって、まあ足の下にボール行ってしまったっていうね。そういう打球だったってことだよな。エラーするような。こんなこと言っちゃなんだけど、これだから今の阪神よりもヤクルトのまあ、下位にいるチームなのよね。阪神はなんだかんだ打てない打てないって言っても、まあ貯金もしてるし、こうやって勝ってるし、普通で1対0でヤクルトを勝つべきところが、ああいうエラーが出て負けてるから今の順位にいるんじゃないかなと。例えばあれを村上書いてなかったらエラーしてないかもしれない。だから難しいのよな。なんで書いたかっていうのは、普通まだね、変えるような年齢じゃないのよね。ダイソー出たのかどうか、その辺ちょっと見てなかったんだけど。もう結果的にダイソー出したってな、ヒット打たないと本まで来ねえんだよ。結果変えて失敗してるってことだよね。そこにボール飛んでいったってことだからね。守ってる方が取りづらい打球ってことだよな。だからそれもね、変わったとこに飛んでいったっていうのはね。だって普段出ないやん、村上が出てたら。今日だって結果1点勝負だからダイソーってことだもんな。変えてなかったらってもつくよ。まあ変えてなかったらあそこにそういう場面になってないかもしれないしな。田口がパンと抑えてたかもしれない。だからこれだって1対0で1点取られるかもしれない。で、また延長戦になるかもしれない。で、まあ、打順が回ってくるかもしれない。やっぱりチームの柱がいなくなったら相手としたらほっとするよな。誰がそこ。その代わりが打つかもしれないけど、まあ違うよね。これは3対0とか4対0で変わるんならいいけど、1対0ではなしだよね。まあ、それはわかんないけど。まあ、阪神にすればね。ボールがそこに飛んでいってるわけだからな。もう、だって、まあまあ、サードでは出ることない選手やん。村上が変わるったら何かない限りは出ないわけやん。それは今日に限ってってなっちゃうよな。俺は見た後の結果だから何でも言えるけど、でも、あり得ることだよね。そこにボール飛んでいったんだから。何が起きるかわからないって。たかが1個のフォアボールがこういうことを生んでしまった。まあよかったんじゃない？それなりにちゃんとストライク先行できれば空振りも取れるし、そういうのだね。だからランナーが出なきゃいいもんね、ピッチングできてるし、死の場合はね。だからランナー出た時にまたいろいろ考えて投げて失敗しないようにしないと。今日は3人でこういうのが続いていくとまた戻ってくるかな。一心の場合はね、追い込んだらフォークもあって、シンカーもあるから三振取れる。まあ、キリスキの場合は、そのピッチャーよりも、バンバン三振取れるピッチャーじゃないんで、やっぱり打たして、ゴロを打たして、それを、今日みたいに、結果的にな、悪いけどフォアボール出してるもん。大事に投げないといけないけど、もうちょっとバッターと勝負するっていう意識は持って、まあ、今日の田口もそうだけど、まだね、初めて4打席か5打席かしか立ってないグラパンチャルだって、バットを一球も振らないでフォアボール出すっていうのはちょっと寂しいかなっていうか、ね。やっぱり結果、キリスキなんかでもフォアボール出して失敗してるケースも結構多いから、それがまあヒット出てタイムリー出て点数取られたりしてるんで、もうちょっとこう、攻めていく気持ち。ただね、8球とか後ろで投げるピッチャーが
1個のフォアボールがこういうこと起きるっていうのがすごいこう感じないというかね、先発ピッチャーと違うから。